ロレッタリンはアメリカ合衆国を代表する伝説のカントリーミュージック歌手、シンガーソングライター、作家。ケンタッキー州ペンツビル近くのブッチャーハローで炭鉱労働者の父のもとに生まれた。15歳で結婚し、すぐに妊娠。夫のオリバー・バネッタリン・ジュニアと共にワシントン州に移る。しかし二人の結婚は彼の不倫、彼女の頑固な性格のため波乱に満ちていたが、 これが彼女の音楽に着想を与えた。1953年21歳児の結婚6周年にリンの夫は彼女のために17ドルのハーモニーカンパニーのギターを買った。リンは独学でギターを学び24歳児の結婚記念日に彼は彼女に歌手になることを勧めた。ギターの上達のためワシントン州のデルタグランジホールでペンブラザーズバンド ザ・ウエストナーズと共に歌い始め、1960年2月、1枚目のシングル、i am a m a Honky Tonk Girl を発表。彼女は1960年代のテネシー州、ナッシュビルのカントリーミュージック界の一員となり、1967年に初めて、Don't Come Home a d r i n k i n でナンバー1ヒットを記録すると、You Ain't Human Enough, Fist City, Call Miner, エスドーターなどナンバー1ヒットを16曲、ソロとデュエットの曲を合わせると70曲もヒット曲を生み出した。労働社会級の女性問題及び、浮気性の夫と愛人をテーマに歌うと同時に、3次制限や度重なる出産、男と女のダブルスタンダード、ベトナム戦争によるカフなど、保守的なカントリーミュージック業界では、今までなかった社会的な歌を歌った。そのため、 カントリーミュージックのラジオ局では、しばしばリンの歌を放送することを拒否し、彼女の曲のうち9曲を禁止した。しかし、リンは、カントリーミュージックのファーストレディと呼ばれるようになった。1976年のベストセラーの自伝は1980年、シシースペーセクトトミーリー・ジョーンズ主演のアカデミー賞、受賞映画、歌え、ロレッタ愛のために、の原作となった。2004年、 ジャック・ホワイト・プロデュースのアルバム、ファンリア・ローズが発表され、カントリー・アルバムチャートのトップになった。また彼女は、数々の賞を受賞。50年以上活動を続け、2010年、功績を称え CMA アワードで、トリビュート公演が行われた。1962年9月25日から50年以上、グランド・オール・オープリーのメンバーであり続け、最も成功した歌手の一人である。 1988年には、カントリーの殿堂入りを果たした。ケンタッキー州、ブッチャーハローにて、炭鉱作業員、店主、農業従事者の父メルビン、テッドウェブとアルスタースコットランド人、チェロギーの血を引く母、クララマリー・レイミーの間に、ロレッタ・ウェブとして生まれる。名前のロレッタは、女優ロレッタ・ヤングに由来する。父親は、娘の成功を見ることなく亡くなった。 8人兄弟の2番目であり、うち3人、クリスタル・ゲール、ペギー・スー、J.D. ウェブは、カントリー・ミュージックに携わっている。兄弟は、メルビン・ウェブ・ジュニア、ハーマン、J.D., ドナルド、ペギー・ウェブ・ライト、ベティルース、ブレンダ・ゲール・ウェブ。母方の親戚に、カントリー歌手、パティラ・ブレス。1944年のミス・アメリカの、ビーナス・レイミーがいる。 ケンタッキー州、ペンツビル近くの炭鉱コミュニティである、バンディアのブッチャーホローで育った。1948年1月10日、オリバー・バネッタ・リンと結婚。オリバーは21歳、ロレッタは15歳であった。炭鉱業界に嫌気がさし、ワシントン州、カスターの林業コミュニティに転居。19歳の時までに3人の幸運で、最終的に6人の母親となり、 1961年、29歳で孫が生まれた。結婚前、彼女は、教会や地元のコンサートなどで歌っていた。結婚後は、公で歌うことをやめて、家事に専念し、子供たちにのみ歌っていた。21歳の時の結婚記念日に夫は17ドルのハーモニーギターを彼女に送り、独学で弾き方を学んだ。6人の子を設けた。 結婚生活は1996年に彼が亡くなるまで約50年続いた。2002年の自伝、スティル・ウーマン・イナフや CBS ニュースのインタビューで彼が常にいかに彼女を裏切り、出産する彼女を残して出て行ったことなどを詳しく語った。夫婦喧嘩は絶えなかったが、彼は一度も暴力を振るわなかったと語った。1959年に 地元のクラブで歌い始め、後に弟の JD ウェブとともに自身のバンドザ・トレイル・ブレイザーズを結成。ワシントン州タコマでバック応援図司会のタレントコンテストのテレビ番組に出演し、ゼロレコードの創立者の一人であるカナダ人のノーム・バーリーの目に留まった。ゼロレコードの会長でカナダ人のドン・グレーシーはハリウッドにリンをレコーディングに招き、 彼女が作曲したうちの4曲、i イ m A.Honky Tonk Girl, w i s p リ r i n g C., Heart Ake Meet Mr. Blues, New Rainbow を収録した。1960年2月2日、ゼロレコードと契約し、エンジニアは、ドンブレイク、プロデューサーは、グレーシー、スピーディウエストによる、スティールギター、ハロルド・ヘンスリーによるフィドル、ロイ・ハナムによるギター、アル・ウィリアムズによるベース。 マディベリーによるドラムで構成されるバックバンドによりハリウッドでユナイテッドウエスタンレコードによりレコーディングされた。彼女はこの時のサウンドについて、ええー、と、あれは西海岸のサウンドであってナッシュビルのサウンドではない西海岸のビートをミックスされてしまったと語った。リンはカントリーのラジオ局にプロモーションで全米を回る一方、グレイシーとデルロイはカリフォルニア州、 ロングビーチの KFRN にプロモーションしていた。リンガ・ナッシュビルに行くと曲はヒットし、ビルボードのカントリーウエスタンチャートで14位に達し、ザ・ウィルバーン・ブラザーズの出版社でデモレコードを作成し始めた。ウィルバーンを通してデッカレコードと接することができた。ファン数が増え、1960年11月、ロレッタ・リンファイ・クラブが結成された。年末、 ビルボードのモーストプロミッシングカントリーフィメール、アーチストで第4位となった。1960年初頭、ウィルバーンブラザーズと共にグランドオールオープリーに出演すると、カントリーミュージックの女性歌手のトップとなった。当時彼女は契約により彼女の曲の権利をウィルバーンブラザーズに預けていた。彼らとのビジネスが終了した後も三十年間、この権利を取り戻すために戦い続けたが、 結局叶わなかった。1970年代、これらの契約のために作曲活動を休止していた。1950年代、キティウェルズがカントリー女性歌手の第一人者となっており、リンが最初のレコーディングを行った頃は、他にパッチクライン、スキータ、デイビス、ジン・シェパードしか女性トップカントリー歌手はいなかった。1962年終盤、 リンが彼女らに続く第四の女性トップカントリー歌手となった。この頃、クラインは彼女の良き相談相手であり、親友でもあった。1962年、デッカでの1枚目のシングル、サクセスが発表されるとすぐに第6位となり、今後何年も続くトップ10の幕開けとなった。1960年代前期、当時彼女のような本気イトンク歌手は珍しかった。 1964年に、ビフォー、アイ・アイム・オーバー・ユーが第4位、ワイン・ウィメン・アンド・ソングが第3位となり、この時期トップ10の常連となった。1964年終盤、アーネスト・タブとデュエット曲をレコーディング。ミスター・ミセス・ユースとツー・ビー・イーが15位以内に入った。二人は、その後アルバム、シンギン・アゲーン・イフ・ウィープット・アワーヘッツ・トゥザーを発表。 1965年、ソロで、Happy Birthday, Blue Kentucky Girl, The Home You Are Tearing Down と3曲立て続けにヒットし、ソロでも健在であることを証明した。同年アルバム、Songs From My Heart と Blue Kentucky Girl を発表。1966年、ベトナム戦争の犠牲者について歌われた最初の曲となった。 自身の作曲のディア・アンクル・サムがトップ10に入った。その後もホンキートンクの歌唱を続けながらも特に歌詞においてより個性的多様、野心的になっていった。1966年にナンバーワンとなったユー・エイン・トゥーマン・イナフをはじめとして、これまでカントリー界にはなかったフェミニズムの視点で歌詞が描かれるようになった。この曲により、 ロレッタリンはカントリーで初めて自身で作曲し、ナンバーワンとなった女性歌手となった。1967年、シングル、ドントカムホームエェイドリンキンで第1位となった。アルバム、ドントカムホームエェイドリンキンも第1位となり、アルバム50万枚を売り上げた最初の女性カントリー歌手の一人となった。1968年、次のアルバム、フィストシティが発表された。 この年の初頭、タイトル曲、フィストシティは彼女にとって2曲目の第一位シングルとなり、アルバムからの他のシングル曲、ホワット・カインド・オブ・エ g i r ルは第10位以内に入った。1968年、アルバム、ユアス・キュイズ・オン・ザ・ウォーパスに収録されたタイトル曲、ユアス・キュイズ・オン・ザ・ウォーパス及び、ユーブ・ジャスト・ステップとインはどちらも上位5位以内に入った。 1969年、シングル、ウーマン・オブ・ザ・ワールドは彼女にとって3枚目の第一位曲となり、続く、ツーメイク、エーマンも10位以内に入った。インは、夫と疑わしい仲である、実在の女性について、曲を書いたとされ、その曲、インとウーマン・イナフはすぐにヒットし、以降常に人気の曲となった。1970年代、ヒットを続け、 特に1970年に発表されたコール・マイナー・エス・ドーターはビルボード誌のカントリーチャートで第1位となり成功を続けた。コール・マイナー・エス・ドーターはケンタッキー州ブッチャー・ホローの田舎で育った経験を歌っている。1976年に同盟の自伝がベストセラーとなり、1980年にシシースペス・セクシュエンで同盟の電気映画が公開され、 アカデミー主演女優賞を受賞した。この曲は、ビルボードホット100に初めて入り、第83位となった。1970年から1975年の間、シングル曲の数々が書いてあるが、ホット100に常時入るようになった。1971年から、コンウェイト・イッティとデュエットを組むことになった。1971年から1975年、 第14回グラミー賞最優秀、カントリーパフォーマンス賞ボーカル入りデュオ、または、グループ部門を受賞した1枚目のシングル、After the Fire Eyes Go On, e ルイジアナウーマン、ミシシッピーマン、アズ・スーン・アズ、I h ハ n g Up The h o フェリンズと5枚連続第1位を獲得した。これによりカントリー史上最も成功したデュオの一つとなった。 1972年から1975年の4年間、リント・トゥイッティは、CMA アワードの最優秀ボーカルデュオ賞を、1971年、および1974から1976年、ア夢ムアワードの最優秀ボーカルデュエット賞を、1975年から1977年、アメリカンミュージックアワードのフェイバリットカントリー、デュオ賞を、 1971年から1978年、および1980年から1981年、ミュージックシティニュースの読者投票でナンバーワンデュエット賞を獲得した。1976年から1981年の間、5枚のシングルが第1位となり、さらに7枚のシングルが第10位以内に入った。カントリー市場、ロレッタリンとコンウェイトイッティは、 最も成功し、最も多く受賞した男女ディオとなった。1971年、詩人で作詞家のシェルシルバスタインによって書かれた、ワンズ・オン・ザ・ウェイが、ソロ5枚目の第1位となった。しかしこの頃のそれぞれ別のアルバムに収録された、シングル、I wanna, free, I wanna be free, you are king, at country, here, I am again は、第10位以内には、入れども第1位となることはなかった。 翌年彼女はニュースウィーク誌でカントリー歌手で初めて表紙に起用された。1973年、レイテッド X がビルボード誌のカントリーチャートで第1位となり、またさらに最も議論を読んだ作品と考えられている。翌年、アルバムラブ・イズ・ザ・ファンデーションのタイトル曲ラブ・イズ・ザ・ファンデーションはまた第1位となった。このアルバムからの2枚目で最後のシングル ヘイ・ロレッタは第5位となった。この10年間、1967年にフランスで、元スール・スー・リールのリュック・ドミニクによってフランス語で歌われた黄金のピルのために、神の栄光をあれ以外に否認について書かれた最初の曲とされるザ・ピルを含む彼女のシングル曲は常に第10位以内に入っていた。作曲家としては、インは女性同士で語り合っているように、 主に自らの経験に基づいた曲を書いていた。1976年、ジョージ・ベッセイと協調の自伝、コール・マイナー、エス・ドーターを発表し、当時の売り上げ第1位となり、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリストに載った最初のカントリー歌手となった。これを機に、カントリー歌手の書籍出版が増えた。1980年代初頭、ロレッタリンは50回以上第10位以内に入った。 最初のアメリカ人女性歌手となった。1977年、1963年に飛行機事故で亡くなった友人であり、ポップカントリー歌手のパッチクラインのいくつかの大ヒット曲をカバーしたアルバム、I Remember Patsy を収録した。このアルバムから、シーズ・ガット・ユーと、ホワイトキャン t HEBEU の2曲をシングルとして発表して大ヒットした。 シーズ・ガット・ユは1962年にクラインが発表した最大1位となり、1977年にリンによりまた第1位となった。その直後に発表されたホワイキャント・ HEBEU は第7位となった。1980年代初頭、次第にカントリー界にはポップス調のカントリーが流行り出しており、カントリーラジオでの彼女の大ヒットは続いた。 1980年代中期までは第10位以内に入っていたが、1970年代後期の彼女の曲にはすでに洗練されたポップの要素が含まれていた。1978年、ソロシングル、Out of My Head and Back in My Bed が彼女にとって最後の第1位となった。1979年、それぞれ別のアルバムに収録された、I Can't Feel You Anymore と、 相イブ・ったピクチャー・オブ・アス、オン・マイ・マインドが第5位以内に入った。リンは演奏後、舞台上で1時間、またはそれ以上ファンにサインを書いていた。メリーランド州サリスバリーの新聞記者、メルト・ドバインが彼女にインタビューをした際、なぜそんなに時間をかけて、ワイ・ヒャミッコ・ユース・シビック・センターに並んだ100人以上のファンにサインをするのか尋ねた。彼女は、彼らは皆私のファンだからよ。 私はここで最後の一人までサインをするつもり。彼らがいなかったら今の私はいなかった。私は彼らが大好きよと語った。1979年、彼女は、プロクターギャンブル、S、クリスコ・オイルのスポークスパーソンとなり、1989年までの10年間、コマーシャルなどの広告媒体に出演した。 1970年代前期にわたる彼女の功績に、大使、悪夢アワードより、アーチスト・オブ・ザ・ディ・ケードが授与された。彼女はこの賞を受賞した最初で、唯一の女性歌手となっている。1980年、映画、歌え、ドレッターへのために、ガナッシュビルで公開され、すぐに、全米で、興行収入第1位となった。これによりリンは、カントリー界のスーパースターから、 アメリカの偉人となった。この映画で、ロレッタ役は、シシー・スペーセク、ムーニーリン役は、トミー・リー・ジョーンズが演じた。この映画は、アカデミー賞7部門にノミネートされ、スペーセクがアカデミー主演女優賞を受賞し、サウンドトラックのアルバムは、ゴールド認定され、スペーセクの歌唱は、グラミー賞にノミネートされ、CMA アワード、悪魔アワード、 ゴールデングローブ賞など数々の賞を受賞した。1980年のアルバム、ロレッタとルッキングッドからのシングル、プレグナントアゲーン、ネイキッド・イン・ザ・レイン、サムバリーレッド・メ・アウェイがヒットした。リンは50もの曲が第10位以内に入った最初の女性カントリー歌手となった。1982年、アイライがソロとして第10位以内に入った最後となったが、以降も、 約10年シングルの発表を続け、第20位以内に入っていた。1985年、ハートドント o n ディス t メ i が第19位に入ったのを最後に、第20位以内に入らなくなった。1993年、リンはシングルを発表することをやめ、レコードの売り上げよりもコンサートに力を入れるようになった。コンサートでは、トップアーティストで居続け、夫の健康問題により、 公演数をかなり減らしたが、1996年に彼は亡くなってしまった。1985年のアルバム、Just A.Woman は第40位以内に入った。1987年、K.D. Lang のアルバム、Shadowland の収録曲、Honky Tonk Angels m e に、キティウェルズ、ブレンダリーと共演した。ミュージックビデオも作成され、この曲は、 ゴールド認定され4人ともグラミー賞にノミネートされた。1988年アルバム風 o o What's That Stranger がソロとして大手レコード会社から出されたアルバムの最後となった。しかしそれ以降も最も人気がありファンから愛されたアーティストの一人で居続けた。1988年カントリーミュージックの殿堂入りをした。1993年ドリー・パートン。 タミー・ワイネットと共演したアルバムホンキートンク・エンジェルスがヒットした。ビルボード誌のカントリーチャートで第6位、ポップチャートで第68位、シングルシルバー・アスレッツゴールデン・ニードルズもチャート入りし、この曲のミュージックビデオも人気を博した。このアルバムは80万枚以上を売り上げ、アメリカとカナダでゴールド認定され、3人はグラミー賞と CMA アワードに ノミネートされた。1993年、リンの元デュエットパートナーであったコンウェイ・ツイッティが亡くなり、その5年後タミー・ワイネットも亡くなった。1994年、MCA レコードでの彼女の経歴を網羅した3枚組の CD ボックス、ホンキートンクガール、ザ・ロレッタリンコレクションが発表された。1995年、ザ・ナッシュビルネットワークの7週連続番組、 ロレッタリンフレンズが50日ほどかけて制作された。1995年第30回悪クムアワードでパイオニア賞を受賞した。1996年夫が亡くなり2000年数年ぶりにアルバムスティルカントリーを発表し収録曲 I Can't Hear the Music は亡くなった夫へのトリビュートであった。このアルバムから12年ぶりのシングル カントリー・イン・マイ・ジーンズを発表し、これにより、ビルボード氏のカントリーチャートで50年にわたりチャートに入った最初の女性カントリー歌手となった。このアルバムの評判は高かったが、売り上げはこれまでに比べて伸びなかった。2002年、2冊目の辞伝、スティル・ウーマン・イナフを発表し、再度、ニューヨーク・タイムズのベストセラーの第10位以内に入った。2004年、料理本、 ユーアーク・キン、イット・カントリーを発表した。2004年、リン自身が全曲作曲に携わった2枚目のアルバム、ファンリア・ローズが大成功を収めて再起を果たした。このアルバムは、永遠の友人ザ・ホワイト・ストライプスのジャック・ホワイトのプロデュースで、彼によるギターとバックアップボーカルが使用されている。ホワイトとのコラボレーションにより新しい世代のファンをつかみ、スピニア、 ブレンダーなど流行りの音楽や、オルタナティブロックを扱う雑誌で、高い評価を集めた。2004年、ローリングストーン氏の投票でこのアルバムは、年間、第2位となった。このアルバムは、グラミー賞最優秀、カントリーアルバム賞を受賞した。これに続き、過去45年間の再録 CD を制作中と、伝えられた。2010年後期、ソニーミュージックは、リーバー・マッキンタや、 フェイスヒル、パラモア、キャリー・アンダーウッドなど、カントリー界のスターを起用し、リンの過去50年のヒット曲を再録した、アルバム、コール・マイナー、エス・ドーター、エイト・リビュート2、ロレッタ・リンを発表した。アルバムに先駆けて発表されたミランダ・ランバート、シェリル・クロウと共演した、シングル、コール・マイナー、エス・ドーターのビデオが、GMC で第10位以内に入った。これにより、 ビルボード氏のシングルチャートで60年にわたりチャートに入った最初の女性カントリー歌手となった。2010年5月、オハイオ州ネルソンビルのネルソンビル音楽祭に出演した。2012年、3冊目の自伝、ホンキートンクガール、マイライフ・イン・リリックスを発表した。短期間、カントリーミュージックに携わったジェイリー・ウエブとペギースーを含む8人兄弟の2番目として生まれた。 カントリーチャートで最も成功した兄弟はクリスタル・ゲールである。1948年の15歳の時にケンタッキーでドゥーリトルリンと結婚し、婚姻関係は1996年に彼が糖尿病で亡くなるまで続いた。結婚時の年齢について13歳とされることもあるが、実際15歳で結婚し、これは当時のアメリカ合衆国南部では普通のことであった。 21歳までに4人の子を設け、その後1964年に双子の娘、ペギー・リタとパッチ・クラインにちなんで名付けられたパッチ・リンを設けた。この双子は1998年にカントリー・ミュージック・デュオのザ・リンズを結成した。1984年7月22日、リンの長男ジャック・ベニー・リンが34歳の時、テネシー州ハリケーン・ミルズにある家族の牧場の ダックリバーを渡ろうとして敵視した。インは、ハリケーン・ミルズにレコーディングスタジオ、博物館、宿泊施設など様々な施設を備えた、テネシー州内で7番目に大きいアトラクションとなる、牧場を所有している。30年以上にわたり、グランドナショナルクロス、カントリーと並び世界最大のアマチュアモトクロス、レースである、アマチュアモトクロス全米大会をここで主催している。 この牧場には彼女の豪邸のほか、ブッチャーホローの成果の複製もある。現在彼女はここには住んでおらず、邸内をツアーとして見学することができる。2006年、転倒による怪我で肩の手術を受けた。この治療中の合併症により、さらなる治療が必要となり、後にこの手術は成功した。これまで160曲、アルバム60枚を発表。カントリーチャートで、 1> 第1位となったアルバムは10枚、第1位となったシングルは16枚ある。グラミー賞4回、アメリカンミュージックアワードを7回、ブロードキャストミュージック、インク、賞を8回、アカデミー・オブ・カントリー・ミュージックを12回、CMA アワードを8回、ファン投票によるミュージック・シティ・ニュース賞を26回受賞するなど、多数の機関から多数の賞を受賞している。 リンは現在でもカントリー界で最も多く受賞した女性歌手である。1967年のアルバム Don't Come Homeway d r e a King でカントリーで最初にゴールドディスク認定された女性歌手となった。1972年 CMA アワードの最高賞であるエンターテイナーオブザイヤーを受賞した最初の女性歌手であり、以降女性歌手でこの賞を受賞したのはドリー・パートン。 バーバラ・マンデル、ディーバ・マッキンタや、シャナイア・トゥエイン、テイラー・スウィフトしかいない。1980年、アクム・アワードの70年代の活躍を称える、アーチ・スト・オブ・ザ・ディケードを受賞した、唯一の女性歌手となった。1988年にカントリー・ミュージックの殿堂に、1999年にカントリー・ゴスペル・ミュージックの殿堂に入った。2003年、大統領より、 ケネディセンター名誉賞を受賞した。また、VH1 の100 Greatest Women of Rock and Roll の第65位に入り、1977年、ハリウッドウォークオブフェームに星を埋め込まれた、最初の女性カントリー歌手となった。1995年、ア夢ムアワードのカントリーミュージックパイオニア賞を受賞した。2001年、コール・マイナー、S ・ドーターが NPR の100、 Most Significant Songs of the Twentieth Century に認定された。2002年 CMT の40 Greatest Women of Country Music で生存する女性カントリー歌手で最高の第3位となった。2004年11月4日 BMI 在籍45年となり BMI のアイコンとして BMI カントリー賞を受賞した。2008年 ニューヨークの作詞家の伝道に入った。これにより他のジャンルを含めて最も多く音楽関連の伝道入りした女性歌手となった。2010年カントリーミュージック界での50年に及ぶ活動を評されグラミー賞特別功労賞生涯業績賞を受賞した。2010年11月10日第44回 CMA アワードで50年の功績を称えられた。 またこの年、新種のバラに彼女の名が付けられた。2010年11月、ソニーミュージックは、トリビュートアルバム、コールマイナー、エス・ドーター、エイトリビュート2、ロレッタリンを発表。キットロック、リーバー・マッキンタイヤ、シェリル・クロウ、ミランダ・ランバート、アラン・ジャクソン、グレッチェン・ウィルソン、ホワイト・ストライプス、マルティナ・マクブライド、パラモア、スティーブ・アール、 フェイスヒルが参加している。2011年、シングルおよびミュージックビデオとして発表された、ミランダ・ランバートとシェディル・クロートの、コール・マイナー、エス・ドーターで、アクム・アワード、CMT ・ミュージック・アワード、CMA ・アワードのボーカル・イベント・オブ・ザ・イ・ヤーに、ノミネートされた。2012年9月25日、グランド・オール・オープリーのメンバーとして50周年を迎えた。 女性歌手でこの偉業を達したのは他に、ジーン・シェパード、ミニー・パール、ウィル・マリー・クーパーのみである。GMC でトリビュート番組が放送された。2013年8月8日、バラク・オーバマ大統領より大統領自由勲章が授与されることが発表された。プレスリリースによると、ロレッタリンはカントリーミュージック界の巨匠である。 ケンタッキー州の田舎で育ち、1960年代、初頭に女性カントリー歌手として成功した最初の人物であり、長期間男性社会であったカントリー界に勇敢に立ち向かった。彼女は2003年のケネディセンター名誉賞や2010年のグラミー賞特別功労賞生涯業績賞など多数の賞賛を得ている。人気の高まりとともに多くの議論を巻き起こした。 離婚した女性への偏見を歌った、レイテッドテン、10代の処女率の低下を歌った、ウィングスアポン・ユア・ホーンズ、T.D. ベーレス作詞による妻や母親が、傾向否認薬により解放的になる、ザ・ピルなど、彼女の曲は放送禁止になることがあった。1966年、ベトナム戦争の頃に発表された、ディア・アンクル・サムは、戦争で夫を亡くした妻の苦悩について歌われた。 この曲はイラク戦争の頃のライブでも歌われた。しばしば議論に上がることについて彼女は、私は物事を一方からだけ見たり、他者が不幸になることは好きではないだけ、私の曲には政治的な意味はないと語った。1976年以降共和党も民主党のどちらの大統領の時も含めて、計6回ホワイトハウスを訪れたことがあり、彼女の自伝によると、父親は、 共和党で母親は民主党である。2002年の時点、スティル・ウーマンイ・ナフによると、ジミー・カーターとは長年の交友関係があり、支持もしていると公言しており、この頃、共和党候補者及び政治行動委員会への政治献金が唯一記録されている。また、ジョージ・ H.W. ブッシュ、2003年にケネディ・センター名誉賞を授与したジョージ・ W. ブッシュとも、 こういう関係があることで知られる。リンドン・ジョンソン政権下、1966年に、ベトナム戦争犠牲者について歌った、ディア・アンクル・サムを発表し、共和党及び民主党の双方に疑問を投げかけ、ジョージ・ W ・ブッシュ政権下でのイラク戦争の間に、この曲を再演した。一般的な女性の代弁者として知られるが、上位中流階級の女性解放主義者からはニーズを、無視していると、 しばしば批判され、労働者階級女性の不安を引き起こすことがあった。彼女は女性解放運動に積極的なわけではないが、女性の権利確立の手助けになるかもしれないと語った。ザピルやレーテッド X などの曲からより保守的なゴスペルアルバムを作成するまで長期間の時間を必要とした。動物の倫理的扱いを求める人々の会の 犬を子外につないでおくことに反対するキャンペーンに彼女の曲、アイワ n be,、e、フリーを使用する許可を出した。1980年に電気映画、歌え、ロレッタ愛のために、が公開。シ,シー・スペーセクがロレッタを演じ、アカデミー主演女優賞を受賞した。ありがとうございます。